えー、いよいよあの相撲の暴力の事件もですね、煮詰まってまいりまして。私もあの少しずつ、このブログで考えたり話しているうちに、だん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 。煮詰まってまいりまして。えー、春馬内もちろん。ダメですし、白鵬もちろんダメなんですが。相撲協会ですね、問題は。私はね。あの暴力をやむを得ないとする団体っていうのがあるんですね。えー、相撲協会もそうだと言われるんです。相撲協会自身が暴力。 いいんだって言ってないような気がしますけども、周りの人がですね。横綱審議委員会の委員とか。まあ、あのテレビの解説者まあ、僕なんかが結構この問題で対決した人なんていうのはですね。少しぐらいの暴力いいじゃないか。元々相撲というのはそういうもんだとかですね。言ってる人たちがいるもんですから。確かにその人たちの言うこともわからないじゃないんですよ。ええ、やっぱりまあ相撲はガチンとぶつかってですね。 普段からまあ暴力みたいだと、えー、横綱白ななんて張り手もするじゃないかと横綱が張り手していいってことになるとまあこれは暴力いいってことじゃないのかと、まあ、いうふうなことがあるんですけれどもやっぱり私はねかつての江戸時代ではそうだったかもしれませんがもう今やですねやっぱり暴力がいいというふうな社会ではないと思うんですよね。 えー、しかし日本、あのー、社会にはですね先回の、えー、とブログでお話ししましたように人間の心に中にある血管をですねカバーする団体というのは認めてるんですね例えば身体ですと体ですと保育所あまり小さすぎて自分でご飯が食べれない赤ちゃんそれから老人ホーム、えー、あまりにも年取って自分でご飯が食べれない、えー、老人 それから病院、まあ、体が一部壊れて自らご飯が食べれない入院患者、まあ、こういったですね、えー、ある意味では人間の機能が十分に果たせない人たちをですね、まあ、収容しする団体というのがあるわけですね、まあ、これは大切だと。それから、まあ、人間の心はですね毎日起きてご飯を食べて働きに行って、えー、帰ってきて、えーえー、風呂に入って寝ると。 いうだけでではやっぱり満足できないところがありましてね、まあ、この頃のように不倫も一つの,、まあ、その社会現象でもありますし、まあ、それがひどくなると不条、えー、暴行事件というのが起こる殺人事件が起こる。したがって、えー、と昨日か一昨日火災で随分多くの方が亡くなった風俗、まあ、店というのがあるわけですね。まあ っていうのはまあ人間のある程度の問題を解消するわけですね。売春禁止法っつのがあるけれども同時に風俗店を持つというのが、まあ、インドの社会学者によるとまあ非常に日本の優れた社会組織であるという,ふうに言ってましたね。インドはそれができないのでまあ不条暴行事件が絶えないんだと他に方法が見つからない風俗店以外に方法が見つからないとこう言っておられましたね。まあこういうものに。 人間の心のの心中にああるるる暴力すすぐ手を挙げるっていうのがあるわけですねそれから、まあ、その風俗、まあ、セックスに関する、まあ、セックスはなければ子供が生まれませんからねただ夫婦間のセックス、まあ、夫婦間でもさ最近弁護士会がですね夫婦間の強姦罪を創設しようなんて言ってますからね、まあ、いろんな議論がある、まあ、私はとんでもない話だと思いますよ。夫婦間,合間罪が できたら、子供がもうが全減るでしょうからね <laughs>。それから、えー、っと、賭け事ですね。まあ、これも、これはあまり悪いとは言えませんが、やっぱり社会的に賭け事をするとなると、競馬にしろ、競輪にしろ、パチンコにしろ、ある程度制限する。つまり、えー、人間の心の中にある傷のようなものですね。まあ、人間らしいっつってもいいんですけど、人間らしいことをするためには、そういうのは必要だ。だから。 暴力をやむを得ないという考えもあり得るんですよだからそれにはちゃんと指定暴力団っていうのが用意されておりますしそれから、えー、セックスってなるとやったら風俗店これも非常にいろいろ制約がありますね店舗型でやってはいけないとかですね、えー、どういうあのことでやんなきゃいけないかってもう数限りある制約が課せられます、えー、暴力指定暴力団の団員になりますと貯金も 銀行口座を持てないし、まあ、自動車もきちっと買えないしと、まあ、いうことで憲法で保障さされれる基本的人権が制限されますこれ制限されていいんですよね、まあ、制限されることに文句言ってる人もいるんですけどそうじゃないんですよこれは通常社会では認められない暴力を、まあ、認めてあげるとだからそこは指定してまあ内部ではある程度の暴力が起こるのはまあ社会はやむをえないとしようとだけど外側にはそれ出さないでねっていう。 そういうやつですね。私が最近の動きを見てて、指定暴力団に自ら入った方がいいんじゃないかと思う団体があるんですよ。それはあの相撲協会ですね。まあ明日というか今日というか、えー、相撲協会のおなんか懲罰委員会かなあの問題委員会だか危機管理委員会が案を出すらしいんですけども、もしも春マ富士 それから白竜白鵬鶴竜をもしも免職、懲戒免職にしないんであればそれでまあ少しでも被害者側ですね貴乃花とか貴野岩をなんかつまんないその組織上の組織の中の規則を守らなかったからって同列に扱うようであれば相撲協会はやっぱり指定暴力団に入った方がいいですよ。そしたらすっきりしますよ。 あの多少の暴力はいいといととうことになりますから、ね、それから似たようなのが体罰型のスポーツ団体ですね時々高等学校の野球クラブなんかで問題になりますがそこも指定暴力団に入ってやったらいいんですよ野球を。そうすればです、ね、いいんですねそれからもうちょっと最近私が関係してた放送で沖縄基地の反対運動団体があるんですねこれはねもう,もうずっと継続的に暴力振るってるんですよ。 あの皆さんねあのビデオがいっぱい残ってますからあのネットでビデオを見られると分かるんですけどももうあの沖縄の防衛関係の係官にですね頭はかきむしるわ後ろから破壊いじめにするわっていうことをもう通常的にやってるんですね。だから彼らも基地の反対運動するためにはやっぱり指定暴力団沖縄基地反対運動同盟というのを作ってですねそして暴力指定暴力団の法的規制の中で 活動したらいいんですよそしたらねいやそれでも認められませんよあの指定暴力団もですね民間の人に手を出したら厳罰になりますからねだから沖縄基地反対運動団体は沖縄基地反対運動団体の中で暴力を振るうようにしたらいいんじゃないかと思うんですねで驚いたことにこの沖縄基地反対運動団体の暴力を放送した MX テレビっていうのがあって制作会社は DHC なんですけども その MX テレビをですね BPO の放送倫理委員会が沖縄の基地の反対運動団体が暴力を振るったっていうのを文句言ったら何事かっつってですね沖縄基地反対運動団体を罰するんじゃなくてそれを報道した MX テレビの方をですね重大な放送倫理違反っつってあの裁定を下したんですよ。これね BPO の放送倫理委員会がいかに暴力に甘いかってことなんですよ。沖縄基地反対運動団体の暴力を見た瞬間私ねこれはもうどんな思想があっても許されないと思いましたよ。だってねこの暴力を振るうということをこのくらいならいいやって許してそれを報道した方がとか文句言った方を悪口言う例えば今だったら暴力を振るった春,春馬藤傍観してた白鵬白竜をかばって 被害者の高の花とか鷹の岩の方を避難するっていう人たちがいるんですけどこの人たちもだからこの際もこの今度の相撲協会の事件があったんで私はねもう暴力がいいという人それから今度の BPO 放送倫理委員会のように暴力を振るう沖縄基地反対運動団体の方をカバーして応援して。 で暴力を振るったっていうことを放送した MX テレビのわずかな傷ですね、まあ、ほとんど傷ないと思いますけど追加して放送してますから傷がないと思いますが追加して放送したのはネットですけど、えー、と事実誰が見ても沖縄基地反対運動団体の暴力はもうはっきりと振るわれてるわけですからそれは BPO 放送倫理委員会はね暴力をまず正面に暴力をね放送するとか暴力を僕でも私でもねこのブログでね 暴力に反対すするるのは勇気がいるんですよだって相手は暴力を振るっていいっていう団体なんだから暴力を振るっていいっていう団体に、えー、報道したり批判したりするっていう勇気を参あの称賛してほしいですよ。それから最後に言えば BPO 放送倫理委員会っていうのはね誰がなってるか分かんないんですよ。それは名前は放送名前は公表されてますけれどもその誰がどうやって選んだか分かんないんですよ。 全然思想的に偏った人たちだし放送局内部の委員会だって言ってんにもかかわらず公に記者会見してんですよ。それで記者会見した内容が丸日じゃなくて報道されてんですよ報道されて被害者が問い合わせても答えないっていうねもうむちゃくちゃな倫理違反の委員会なんですね。まあ、世の中おかしいいことが多いですよ